はい、こんにちは、ケイソです。はい、どうも、ハネムンです。さあ、アディショナルカード、やってきたわけですが、来ましたね、はい、なんか面白そうなカードありますか？やはり私はこれをしたいですね。あの、魔道具専門店出ました。はい、ウィッチのゴールド。そうですね、これね、あの、直接召喚もあるんですね。10ターン目かそれ以降の自分のターン開始時、自分の残り EP が1以上ならこのカードを1枚自分のデッキから場に出すと。なるほど、はい、その後自分の EP を1消費する、うん、で、このアミュレットが場にある限り、自分のリーダーは自分がカードをプレイするたびランダムな相手のリーダーか相手のフォロワー1体にダメージと、自分がカードをプレイするたび自分のデッキにフォロワーがいないなら自分の PP1 回復を持つと。はい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 、はい、まあ、なんともね、面白そうな効果してるわけで。なるほど、はい、まあでもこれってあれですよね、そうなんですよ、あのさ、はいはい、ふざけた効果と見せかけて、うん、強いと。なるほど、まあ今ランクまで割と暴れてるウィッチの方なんですよね。なるほどね。だからなんかこの専門店出してから、まあ、1、2、3コストのカードを使って、まあ、ダメージ与えつつ PP 回復してってっつって、なんかもう7ターン目とかには OTK しちゃうみたいな。なるほど、はい、まあなかなか特殊ルール向きではない感じはしますが、いやこれね、条件をつければ可能なんですよ。はい、ということで、はい、本日は、魔道具専門店スナイパー対決を。ほう、はい、スナイパースナイパ ー, スナイパー、はい、今回はアンリミテッドで、うん、リーダーはウィッチを選択してください。お互いに、魔道具専門店の効果でしか相手リーダーにダメージを与えられないというものでございます、はい、なるほど、はい、スナイパー要素について聞いても大丈夫ですか？まあまあまあ、フォロワーとか並んでてもこう顔にね、顔にこうスナイプしていくわけですよ。ピョン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 、はいフォロワーじゃなくてこうペン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 。あ、そういうことね。リーダーの顔にね、はい、そう、なるほどね、はい、でも 1,2,3 コスト使っちゃったらすぐ終わっちゃうんじゃないですか？いや、もうそれはないです。なぜなら 1,2,3 コストのカードは禁止にするからです。お、 1,2,3 コストを封印することによって、まあ、せっかくこう魔道具専門店が出てるのにこうカードを連発できないと。お、でしかも魔道具専門店は、場のフォロワーかリーダーにダメージがランダムに行くのね。なるほどね、うん、でもほらデッキにフォロワー入れなかったら PP が1回復するから、並べたいけどデッキに入れないのかとか、そのこう駆け引きがあるわけですよ。ほう、うん、なるほどね、はい、まあ確かにフォロワー入れないとまあ壁がいなくなってしまうよみたいな感じですか。そうそうそう、だけど入れなければ PP が回復するよっていう、はあ、なるほどね、この絶妙な感じ。はい、もうあなたが今からねどういうデッキを作るのか、うん、私はもう楽しみでしょうがないよ。まずエンジェルシューター3積みでしょうね、はい、あ、そういうこと、ですね、はい、それなんですけど、はい、もう一つ私から、あの、相手の場に出た魔道具専門店を、うん、まあ、破壊消滅することは禁止ですよと。出た、はい、後付けじゃん。いや言うて、うん、やっぱこれでしかダメージを与えられないのに、うん、それを消すってのは違うかなと。そうですか、はい、まあということで、はい、魔道具専門店は消さないでください。じゃあなるべく気をつけますね。なるべくじゃなくて消さないでください、はいはい、さあ始まりました、はい、魔道具専門店対決ということで、はい、お互い相手のリーダーの顔には魔道具専門店の効果でしか、与えられないと、ダメージを与えられないと、はい、で相手の魔道具専門店を破壊消滅することはできない、1,2,3 コストのカードを入れることができない、はい、でやっておりますんで、あー、どうしよっかな俺。まあ、あれですよ、顔に行けないだけでフォロワー同士のね、あの喧嘩は大丈夫ですんで、うまく使っていただいて、はい、そうですね、はい、まあ最初はね、なんか場を 1,2,3 ターン目はだってね、うん、出せないわけでしょ。しかも魔道具専門店でしか与えられないわけでしょ。そうですね、あ、したらまあそうなるよな。まあパスだろうね、パスが続くだろうね、パス続きますね、はい、で別に4ターン目から動いたとしても顔いけるわけじゃないからね。そうだな、まあまあこう置いとけばね、魔道具専門店出た時用に壁になってくれるから。ああ確かに、そういうのもありなんだけど、まあまあ最初この地味な画面で ね、 そうですね、今会話で繋いでる感じが伝わってきますよ、ね、ああ俺もちゃんと喋ってあげようかなと思って喋ってます。 ありがとうございます、はいはい、じゃあ私4ターン目なんで動きますわ。動くんだ、はい、回復用に取っといた上級アルケミストスダシです、はい、まあでもこいつ HP5 あるからね、魔道具専門店もしかしたら3回耐えてくれるかもしれないから。なるほどね、うん、こういうの出したこと大事だと思うよ俺。確かに、じゃあ俺も出すか、うん、天界への門。ほうそういう感じできたかなるほどね、はいはい、上級アルケミストああ上級アルケミスト出してな、天界の門、あれじゃん、ガチ仕様じゃないですかね、ムーさん。天界の門はやはりね、あ、今のこれが下がんのか、ランクまでも使われてるみたいですからね。ねえ、うん、いや
あートレンドで燃えちゃうんだよな。まあなんか出してるとかいいね。ねえ、うん、いやはい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 、大将が来てくれたね。ああ、ほんとそんな感じだよな。うん、まあでも言うて、ああまあ殴り倒せばいっか。殴って殴って、ああそうなんだよな。魔導の挙兵、ほう、まあそんな強くなんないんですけど、あの対象にならないってことで、はい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 、まあ取りづらいかなと思って。なるほど、ね、でこいつが取られなければ消えた、あ1枚だけ、あなるほど、ね、はい、土があったんで消えました。じゃあそうっすね、インペリアマンモス。なんでマンモス、ええ何、どうした、何これ、何がなんでいるの、どういうこと、どういうことって何、インペリアマンモスがなんで入れたの、なんでインペリアルマンモス、うん、どうしたの、インペリアルマンモス入れたよ、あ入れたの、うん、なんでパニックってんの、どうしたの、なんでインペリアルマンモス入れたの、いやインペリアルマンモス入れようかなと思って、インペリアルマンモス入れようかなと思ったの、入れたよ、あそう、うん、インペリアルマンモス入れた、うん、ライオもわかんないし、もうちょっともう全てがわかんないんだけど、インペリアルマンモス入れた、なんでインペリアルマンモスを入れたの、いやインペリアルマンモス入れようかなと思ってさっき聞いたんだけど、あもう一回言っとく、あいやいやいや、インペリアルマンモスか、うん、そうか、そうインペリアルマンモス、あそうそう、えインペリアルマンモスか、じゃあ魔道具専門店をとりあえずじゃあ私置くか、せっかくだからね、始まったね、これ別に殴んなくていいんだよな、殴んなくていいや、そうなんだ、殴んなくていいんだよな、エンドで、さあムーンさん、はい、あラッキーだね、マジで、うん、そんなことある、いやデッキに1枚しか入ってない、おめえ専門店マジで聞いた、ね、ハイランダーなの、うんハイランダーだよ、やばっ、えそうだよ、だからゼロ個性さっきから使ってんの、ああ言ってんの、そういうことか、そうだよ俺ハイランダーだよ、ああ顔に行ったね、いやマジか、えそうだよ俺ハイランダーだよ、ハイランダーなんだ、そうだよハイランダーだよ、うんだからインペリアマンモスが入ってんすよ、なるほどね、はい、あ始まってる始まってる始まってるよ、はい、ああ強い強い強い、そういうことかなるほどね、そうだハイランダーだからさっきからゼロ個性になってる手札で、はあ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 、だってまたインペリアマンモスのライを出したじゃん、7コス7コスだから、ね、本当だよねそうだまだだって、いやだから俺この魔道具専門店俺10ターン目の腕だったの、はあ、はあ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 、だけど今それ引けたんだ、引いたからあラッキーボーイだねそれはね、そうラッキーボーイだよ、なるほどね、うん、あそうそうよ、お前の魔道具専門店のダメージとか俺に来ることはないんじゃねえかぐらいの超大型フォロワーしか入ってねえよアルケミックロア、はあ全体3点ね、はいはい、ああ盤面ですね、ああサイロンの回か、大召喚を打ってくるね、いやだったら今進化してたサイロンの回がすればよかったな、そうなんだ俺いろいろ難しいんだよな、いやこれでもまあ進化結構無駄にしたけど使わねえしいいかな、はあはあはあ、進化しちゃおうかな、 HP が高くなるように進化したい、HP が高くなるように、もうこれでいいや、進化エンドか、あまあ殴ればいいでしょこれルシフェルをね、あ殴る、うん、なるほどね、回復されても嫌だしな、でこれでいいや、はいはいはい、確かに、うん、そうルシフェル強いんだよな、さあどれが変わるかな、ルシフェル強いな、あそれかそれ下がるの嫌だな、いや何よりきついよそんな、やだな、うわ神社あ神社まで来たか、神社いるよ、でもな微妙だな、いるね、いるねリーゼ、あんま強くねえなこれ、きちいきちい、でもきちい、ファンファーレないけどゼウス、あファンファーレないわゼウス、どうしよっかな、進化か、まあそんだけ並べられるのきちいな、あはい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 、いやこいつには死んでほしくないんでね、なるほどね、壁になってほしいんだな、ドロソです、ドロソ、ドロソか、そういうことか、10ターン目にドロソ用か、ドロソです、あーなるほどね、いや殺せねえなさすがに、魔道具専門店を 4回当てるなんて無理だよな、そんな絶望的なことできない、4回、ああこいつギルデリーゼにね、ギルデリーゼに4回なんてできないもんなそんな器用なまで俺にはできねえ、頑張ってくれたまえ、錬金工房、ほう
遠近攻防ね。あそこ行った。じゃあ、こいつで倒して、これを進化させて取れるか。取って、いや錬金攻防をくぐるしかできない。ああなるほどね。ああ大変だ。盤面に飛んでほしいな。盤面に飛んでしまった本当に。あーオッケー。しかもそれギルネリーゼで回復だと。そうです、回復もありますね。ああドロー、どれが下がるかな。打ってしまったね。あれどれ下がった、もしかしてこれが2回下がった。ああ2回下がったやつ。はあふざけやがって。これはラッキーボーイも。いや最悪だわマジで。じゃあどうしようかな。ね、来てみろ。いやほんと来てみろだよね。どうしようかな。あーいやー参ったなぁ。1コスフレです。1コスのフレームデストロイヤ ー、 あーフレです。あまあしょうがない。演習、演習ででかい方を消されて、でそこの2点はどこに行く。うわそこに行く、そこに行くのか。じゃあギルネリーゼ回復できねえな。あーできない。まあそれはできなくてもいいけど、あいや5枚引いちゃうなと思って。またそうだね。そんなに引かなくていいのにね。そうまた5枚引いちゃうなと思って。まあいいや、フリエルだな。フリエル置いて、はい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 、エンドですね。さあお前の魔道具専門店、俺の顔に届くのかな。あー2個目が来てしまった。あー2個目か。そっかそっかそっか、2個目出んのか。来てしまったってことは、来てほしくねー。おっとなぜ残念が埋まったね。進化権がなくなったということかな。 なるほどね。なぜだ。お前来てしまったのか。予想外だったみたいだね。予想外だったね。それは厳しいね。俺進化したかったな。進化したかったな。いやー、逆手に取られたね。逆手に取られたね。いや、もうエカテリーヌで全開しよう。うわ、テリーヌか。出た。あまあ、入れるよね、エカテリーヌはね。まあ、おーと、ラッキーラッキー。ラッキーラッキー。うわ。ラッキーラッキー。マジ？お？なんで2回顔に来たんだ？あ、俺2つあるから。2枚あるからか。魔道専門店。あはは、デッキがパンパンになっちまうよ、お前。デッキアウトしちまうよ。出してくれたね。ありがて。あー、いいな、いい倒し方したな、お前。ああ、死んでくれたからな。じゃあまず開闢をデッキに送って。あーやばい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 、1枚ドローしよう。あーやばいやばいやばい、あやっぱ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 、いやどうしよっかなこれ。でも俺もないんだよな、よく考えたら。てかデッキ燃えちまうよ。デッキがねえ、デッキ燃えちまうよ、ね、デッキ燃やし尽くして勝つか。あーそんなやばいやばい感じ。やばい発言してる。いやーだってねえんだもんな、どうしようもねえもんな。だってバンビー出すしかないから、1個しか1個しか出せないもんね。ギルネリーゼ殺せないからね。おーちょっと殺してくれよ。俺からもお願いだよお前。ギルネリーゼどうしようもねえや。14、じゃあしょうがない。ちょっとじゃあ切り札リリエルでも置くか。なるほどね。あいかねえもんなこっちに。あそういかねえ。あクラークでも使うか。、はい、あーつえつえつえ、あーつえつえつえ、あーいいね、これエンドだよ。盤面よ。あ盤面すごいね。盤面よ、おかしいでしょこれ。どうしようかな。じゃあ魔導の強兵、いやでもそうするとなんかね、逆にねどうなんでしょうね。まあ、大召喚かな。大召喚の方かな。ああ、うん、土の消費じゃん。そう、土を消費させていただいてね。はい、土の消費ゼロゼロ。さあこれ5枚引くんでしょ。つらやめてくれ。やめてくれ。いやデッキ燃えちまう。俺もつれえわこれ。デッキ燃えちまうよ。これは俺もつれえ。つれえ、つれえ、つれえな。でも俺今土を消費したことで次俺2枚出せる。あ、ほんと、うん、嬉しい。どうしようかな。死ねないね。うん、死ねない。俺とお前の今気持ちが一緒なんだよ。ギルネリーゼ死んでほしい。そう、ギルネリーゼ死んでほしいんだけど。じゃあね、うん、出しとこうかな、ギルネリーゼ。表に。殺しやすいよ。そう、でも死ぬの嫌だからちょっとまた増やそう。あ、なぜ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 。死ぬの嫌なんだもん。なぜなぜなぜ。死ぬの嫌だなと思ってます。後悔、うん、挙兵でしょ。ギルネリーゼ死なねえかな。うまく。ああ、行かないね。行かないね。
またエカテリーヌかよ、はい、あーギルデリーズが亡くなった、あーギルデリーズ死んだ、とうとう始まったな試合が、やった始まったな、こっからだな、あー試合が始まった、あー死んでくれ、綺麗になって綺麗になったよ、どうしよっかな、そのゼウスは別にだな、エカテリーヌ取ってくらいか、確かにね、あキマイラでエカテリーヌ取って、おっと危ない、殴んないでよ、頼むよ、対象にならねえなと思って、あなるほどね、あそいつ対象になんねえのか、あじゃあオリビエかな、あー強え、オリビエ出して誰に死んでもらおうかな誰に死んでもらおう、邪魔だから進化圏切ってまでして、あーこいつ死んでもらおう、はいはいはい、死んでもらってテトラ、あテトラ強い、あテトラ強い、テトラマジで強い、あ強い、いや強いね、あ強い、それはマジ強い、さあ俺の超この超巨大軍団に勝てるのかな、これピンチだな、タイムレスウィッチ置いて、出たタイムレスウィッチあーそう当たる、でこれで無謀の魔女、無謀の魔女シールドを貼るぐらいかな、何が増えた、つれー何が増えたかな、多分絶対当てらんないと思う、何が増えたかは100当てらんない、じゃあもう何でもねえカードじゃん100当てられる、あそっかこうやっても、なるほどなるほど、顔には当たんねえのか、じゃあちょっと待てよ、こうしてからタイムレスイッチを殺して、はい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 、それでもう確実に、ね、これで一応異界すべようかな、おっと、さあ何が来るかな、あいや、あ微妙、微妙だね、微妙、あいや微妙ではねえや、ラッキーボーイ、それ、いや、あどうしようかな、いやサミーのドロー、いや微妙、強心者で、いや、ゴールの連接でね、場が埋まってる時でも使えるんだぜ、あ、マジかー熱えはぁ、あ、じゃあ俺やるか、とうとう、ほう行くか、何、オズ、オズ、やばなるほど、うん、で、俺はさっき無謀の魔女で増やしたアルケミックローを、うわーやばい、ちょっとそれはやばいな、4発打つぜ、え、それ死んだじゃん俺、そうっすねアルケミックロー、そうか、はい、お疲れ様でございました、はい、お疲れ様でした、いや難しい、いや難しいよねアルケミックロをなぜ入れてるのかみたいなところを聞きてえわ、俺はほら、あのオズを入れたのね、だオズを入れたからスペルブーストを持たないスペルカードが欲しかったのよ、で、ね、オズで一気に減らしちゃえば、まあ結局全部1コスになるじゃん、そしたら、はいはい、連打できんじゃん、だから大召喚も入ってるし、アルケミックローも入ってるし、双壁の召喚も入ってんの、なるほどね、うん、だからまあアルケミックローは無謀のマジで増やして、オズで一気にもう下げて、アルケミックローは連発で、まあ、盤面の敵に3点ずつ与えて、まあ、盤面にはあの魔道具店の点数がいかないようにして、はいはい、でもあと顔にっていう、いやもう正解数はどう考えても、いやい や, お前のもすごかったよ、いやなんかね、もうちょっと考えればよかった、いやなんかもう、とりあえず展開の門ってまず最初に決めて、門魔道店ね、門と魔道専門店ね、専門店、はいはいはい、そうだ、門専門店にしようと思ってそう、いや俺だってまず発想が専門店でしかダメージを与えられないっていうのに、専門店ピン積みっていう発想に至んないもん、うん、俺え、マジでと思ったもん、いや、あるだよ、その門を置いて、で10個ず減らさないで、うん、3個ず減らすためだけに入れるっていうね、わかるよ、そっちかと思ったの俺は、うん、あ、まあ俺にも恩恵あるからいいやと思ったら、うん、インペリアルマンボスが出てきてちょっと止まったんだよね、うん、なんだなんだこれはってインペリアルマンボスってなんだってなって、でなんかその後にライオが出てきたんだよね、あおかしいなと思って、何かがおかしいなと思ったんだけど、あまあそういうことだったのね、そうっす、だからもうちょっと俺の画面見せるけど、俺の8コス以上25枚入ってるなんだよこのデッキのマナカーブ狂ってるでしょこれ、8コス以上25枚ってお前、そう、まあでもそっか、5ターン目に出しちゃえば
全5ターン目にその展開のモンスター出しちゃえば、あとずっとそのまま減ってくから。そっか、そうゼロか。だから少なくとも2ターン減った状態で魔道具専門店だから、ああいきなりゼロコス2枚打てるんだよ。あ、強っ。そう。あー、それは。いやでもね、もうちょっとスペルとか入れて、なんかもうちょっとこうフォロワー殺されなくても動けるようにするべきだった。あー、なるほどね。まあちょっと考えて、なんかモニカ無限とか、モニカ無限とかジンジャーで何回も何回もとか、言霊の方でな、そうそう、言霊ジンジャーの方ゼロコスで手に入るからとか考えてたんだけど、もうちょっとね考えれば入らん、もうちょっと良かったと思う、ね、なるほどね、あ、うん、でも結局お互いなんかそのカードをゼロコスにしたり1コスにしたりしようっていう発想だった感じかな。確かに、そうだったね。まあ魔道具専門店使うにはそれが一番いいからね。まあね、確かにね。まあまあ、こんな感じでもう偉そうにお互い語ってますけど、うん、俺ら構築は本当にいいと思うんだ。まあまあ方向性、方向性と構築というこう発想はすごいいいと思うんだ、うん、あとはね練習しようシャドバのプレイをプレイと、ね、シャドバのプレイを練習しよう。いや俺ね、デッキ作りから俺はやんないといけないっぽいですね。なるほどね、はい、わかりました。ということでね、こう 1,2,3 コスをね封印してやるとね、とてもね白熱しますんで、ぜひともやってみてくださいどうかな、どうだろうな、はい、ということで魔道具専門店対決でした、はい、はい、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。